サー・アーチボルド・デイビッド・スターリング・中佐、大英帝国将校勲章受賞者は、イギリス陸軍のスコットランド出身士官で、特殊空挺部隊の創設者であった人物である。第二次世界大戦で従軍していた。スターリングは、スコットランド・パースシャー州、レクロプト行政教区の家系伝来の屋敷である、キアハウスで生まれた。キア領主のアーチボルド・スターリング准将と、また、 ラバト教サイモンフレーザーの娘、マーガレット・フレーザーとの間の息子であった。したがって、第15代ラバト教のサイモンフレーザーはいとこに当たった。父方の祖父母は、第9代順弾尺のサー・ウィリアム・スターリング・マクスウェルとレディアンナ・マリア・レズリー・メルビルであった。彼は、カトリック系の寄宿学校アンプルフォース・カレッジで教育を受けたものの、 ケンブリッジ大学トリニティカレッジには1年しか通わず、その後に芸術家となるべくパリへ立った。6フィート6インチの長身で競争な体格の持ち主であり、第二次世界大戦の勃発時にはエベレスト山に登るため訓練中であった。スターリングは昇降用成ンアンプルフォースカレッジ文検体から1937年7月24日に、 スコットランドこの F 表連隊への任命を受けた。1940年6月、彼はロバート・レイコック・中佐が指揮する新設の第八コマンド部隊へ志願し、それが Z 部隊の一部となった。1941年2月1日、レイホースはロドス島の選挙を援護するため、中東方面へ航行したが、クレタ島の戦いとリタニ川の戦いで多数の死傷者を出して、 解体となった。スターリングは引き続き、戦争が機械化された様相からして、高度に訓練された兵士からなる、小規模の一団が奇襲の優位性を備えることで、砂漠から一晩に数箇所の目標を攻撃可能であると信じていた。指揮系統を通じて、自らの考えを申し送っても効果は望めないと考えて、スターリングは直接最上層の死体をむくことを決めた。 落下参考下での事故で松葉杖をつきながらも、最高司令官のクロード・オーキンレック将軍との面会を試みて、彼はカイロの中東方面司令部へ、密かに入り込んだ。警備に見とがめられ、彼は杖を捨てて、建物に入り込んだが、以前に対立していた、ある士官と出くわしてしまった。素早く退いた、彼は、副参謀長、ニール・リッチー将軍の執務室に入った。 スターリングは、自らの計画をリッチーに説明し、相手の方はすぐさま、オーキンレックへ、新たな特殊作戦部隊をスターリングが編成する、ことを認めるよう説得した。北アフリカ戦線に存在する、空挺旅団というダドリー・クラークの欺瞞策を、裏書きするため、この部隊は、意図的に誤認させるような、特殊空挺旅団、エルブン県隊の名称を与えられた。カブリと飛行場に、 本拠地を設営した当初から、彼らは装備、特に天幕や関連装備に不足をきたしていた。新しい SAS 部隊の最初の作戦は、装備が行き届いていた金傍のニュージーランド軍連隊から、天幕、シング、タク、椅子、ピアノを含む、その他無数の用品類を持ち去ることであった。少なくとも4度の訪問業の後、彼らは物資の豊富な運営を手にしていた。 短い訓練期間を経た後、クルセーダー作戦の援護として落下3効果で、ドイツ軍飛行場を攻撃するという1941年11月16日の最初の試みは、悲惨なものであった。当地域を過去最大級の嵐の一つが見舞う中で、経路から吹き飛ばされ、あるいは間違った地域に着陸し、当初の55名の中で34名に及ぶものが、目標から、 はるかに離れて戦死し、負傷し、あるいは捕虜となった。攻撃後に部隊を収容する予定であった、長距離砂漠挺進隊の助けがあって、ようやく脱出し、夜の守りの下で陸路を接近する方が、落下山効果よりも安全かつ効果的であることに、スターリングは同意した。彼は可能な限り速やかに、このような単純な手法を用いた港湾への襲撃を、組織し、 しばしば野藩の検問所を廃下隊員の一部による語学の技量を持って切り抜けた。スターリングとジープに登場した SAS のマクドナルド中尉ら2名。彼の指揮下でジョック・ルイスが初の携帯型の爆発、発火療養機材であるルイス爆弾を考案した。厳しい砂漠の地勢に他の移動手段よりも適していたアメリカ製のジープは切り詰められて調整され、 ビッカース系型銃を前後に装着されていた。彼はまた、発見を免れるために少人数を用いる点でも、先駆的であった。後方から指揮を取る難しさを知り、スターリングはしばしば先頭に立って、指揮を行い、配下の SAS 部隊は、初期の作戦戦術であった徒歩での敵飛行機への爆弾設置に変えて、敵の飛行場を突っ切って、飛行機や要員を銃撃した。 最初のジープを利用した飛行場襲撃は1942年6月に最初のジープの一軍を受領してほど経たない後に行われ、スターリングの SAS 部隊はイタリア軍が駐留するバグース飛行場へ、ドーヤにおける他に箇所の数軸軍飛行場と並んで攻撃を行った。回路に戻った後、スターリングはさらなる飛行場襲撃のため追加のジープを託された。 彼の最大の成功は、1942年7月26日から27日に、配下の SAS 大隊が18台のジープを持って、シリハニシュ滑走路を襲い、大半は爆撃機、大型輸送機であった、数軸軍の37機を破壊し、1名を戦死で失ったものであった。敵の巡視隊や航空機を避けて、砂漠を横断した後、スターリング飛ぶかの者たちは、 カッターラ定地の園にあるカレトタートラの前進基地へ戻り安全を確保した。このような一撃離脱の諸作戦が結局はスターリングの転落の元となった。エルヴィン・ロンメル元帥から幽霊少佐のあだ名を提された後、彼は1943年1月にドイツ軍に捕らえられた。脱走したものの続いてイタリア軍に再び捕らえられ、 そちらの方は同盟者のドイツ軍へ自体がもたらした不面目を大いに面白がった。さらに4度の脱走の試みがなされ、ついでスターリングはついにドイツのコルディッツ城へと送られて、その後の戦時は当地に止まった。彼は1944年8月20日に到着し、コルディッツイギリス軍情報部隊を創設する任を託された。彼が捕まった後はパディメインが SAS の指揮を担った。北アフリカではスターリングが捕まるまでの15ヶ月間に、SAS は250機以上の地上の飛行機、多数の補給物資集積所を破壊し、鉄道や通信網をぶち壊して、数百台の敵車両を利用不能とした。バーナード・モントゴメリー元水はスターリングを、行かれている、全く持って行かれていると評したものの、戦時には、 スターリングのような人物が必要とされると見ていた。スコットランドスターリングシャーの老朽料に立つスターリングの像。戦後、イギリスがその勢力を失っているのではないかという懸念からスターリングはイギリスの武器や軍関係者をサウジアラビアなどの他国へ様々な民間の外交政策上の任務向けに送り込む取引をまとめ上げた。数名の協力者と共にスターリングは ウォッチガードインターナショナル有限会社を設立し、先立っては、スローン街に事務所を構え、その後、メイフェアのサウスオードリー街に移った。仕事は主に湾岸諸国との間で行われた。デニース・ローリーと共に彼は、リビアの統治者、ムアンマル・アルカザーフィーを放逐するという、1970年と1971年の失敗した試みに関与した。スターリングは、 民間軍事会社、カス・インターナショナルの創設者であり、当社はカス・エンタープライゼスとしても知られた。ウォッチガード・インターナショナル有限会社は民間軍事会社であり、スターリングとジョン・ウッドハウスが1965年にジャージー島で登記した。ウッドハウスの最初の仕事はイエメンに赴き、急戦が実施された折の王政派の戦力状況を報告することであった。同じ頃、 スターリングはイラン政府との契約を求めており、またアフリカで仕事を得る機会を探索していた。会社はザンビアやシエラ・レオネで訓練団を派遣して保安関係で助言する活動を行ったが、創設者たちの独立独歩的な仕事の遂行姿勢が結局は没落の原因となった。ウッドハウスは一連の意見の食い違いを経て事業監督役を辞し スターリングは1972年には積極的な役割から退いた。1970年代の半ば、スターリングは非民主的な出来事が起こるのではないかと懸念するようになり行動を起こすことを決意した。彼はグレートブリテン75という故障の組織を創設し、メイフェアの上流社会の集まりから構成員を募った。彼らは主として、 軍歴を備えた者たちであり、往々にして元 SAS 隊員であった。計画は通常の政府機能が停止した結果として社会不安が発生した際に彼らが活動速攻のために介入するというものであった。彼は1974年の会見でこれを詳細に語っており、一部はアダム・カーティス監督の BBC のドキュメンタリー番組ザ・メーフェアセットの第一部。 支払う者が勝利するで紹介された。1974年8月、スターリングがギガバイト七十五75の内容を公表する、準備を整える前に、反戦主義を掲げる雑誌、ピースニュースが彼の計画を入手して交換し、結局スターリングはギガバイト七十五75への三角を求めていた多くの者の,の右翼的性格に落胆して、計画を放棄した。彼の電気著者アランーは、 スターリングを右翼的なブリンプ大佐と阻止る描写を行った新聞に対して反駁した。1970年代の半ばから末にかけてスターリングは労働組合を内部から動揺させることを目的とした秘密裏の組織を創設した。会合の場で許される限りの問題を引き起こさせるという特別の意図を持って 志を同じくする個人を労働組合運動の内部から募った。そのような仲間の一人が公務・公益事業員組合の指導者であったケイトロ・シンスカであった。この作戦のための資金は主として彼の友人サー・ジェームズ・ゴールド・スミスからもたらされた。1947年に正規陸軍予備軍将校へ転属し、スターリングは 中佐の名誉階級を授与されて、それを1965年の退役時まで保持した。スターリングは、アフリカの人種差別からの解放を促すための教会、カプリコンアフリカ教会の創設者であった。アフリカが未だ植民地支配のもとにあった1949年に創設され、1956年のサリマ会議で最高潮を迎えた。しかしながら、 ベンジャミン・ディズレーリの恣意的選挙権に類似した適格者向けデコードにエリート的な選挙権を彼が力説してアフリカ系有識者の見解は分かれた。結局のところ社会開発における様々な段階の問題へ一種抜きの形で取り組もうとする協会の試みは効果を及ぼさなかったが南アフリカ共産党が南アフリカのアフリカ民族会議を支配した際に 1955年の民族同盟において、スターリングの多人種エリートの枠組みを用いたことで、思いがけないつにを得ることになった。スターリングは1959年に、教会長から退いた。この年、彼の弟ウィリアムが、巨額の賭博借金を抱えて、カジノ経営者、ジョン・アスピナールへ173,500ポンドの借りが、ある旨を会計簿へ記入することを余儀なくされた。 1967年のある夜に彼はさらに15万ポンドを失った。1968年、レンデートンその他を相手とした名誉毀損訴訟で彼は実質的な損害賠償を得た。スターリングは中東での勇敢かつ決出した任務遂行ぶりを認められ、1942年2月24日にこと公勲章を授与され、 戦地での勇敢かつ結出した任務遂行ぶりを認められて、1946年11月14日に大英帝国商工勲章に任ぜられ、軍での任務から1990年の新年助勲で下級勲章師に任ぜられた。2002年、スターリングが岩の上に立っている SAS 記念像が、ケア公園にある彼の家系の辞書近くの老朽寮で除幕された。 2枚の青銅生命板が像より2014年5月の末頃に盗み去られた。現在のケア辞書の地主は彼のイアーチー・スターリングで100万長者のビジネスマンであり、元スコットランドこの F 評連隊の士官である。ありがとうございます。